はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。じゃんたまですね。始めていきましょう。おかえりなさい。今日は何をしましょうか。っていうのがある。ダオのシャケツの草、さなんだろう。これはハンチャトンプー戦なのかハンチャなのか。まあ強い人たちだろうな。結局交換すんだ。まあそうだな、これと。これだろうな。おー、いい感じ。それを見せる書いてあるとか。ポンです。一番のポンで泣くんか。ちょっと早すぎるんじゃないの。点5万点になってるし。泣いちゃえ。トイトイになってみるか。無理かな。まあ役がないよな。もう一回ポン。ポンです。ポンです。雷が鳴ったんだけど、あ、これ負け残り戦だ。忘れてた。チートイツなんか作っ。え、なんで？あ、ローン。ローン。あ、そうだ、ローンだ。これ頭だもん。特別ルールはなれんわ。
あ、でもなんで今の上がることできたんだろう。どういうの？ドン。無番を上がり？何これ？シーツ。これで。わあ難しいな。7かな。統一種類しか選べないんだ。え、いや、いらないかな。プレイヤー麻雀が下手なっちゃうよ。無番上がりってこれまさか泣きやり、泣きやりまくり、脳反則みたいな感じで。ポンニャ。なんかやけにポン作りますね。いや、全くいらないとは言い難くなってきた。これ捨てよう。ポンです。なんで？カンヤ。あ、そっか、あれだから滑りやすくなるんだ。こっちだ。揃えやすいんだろうな、これ見ると。
ちが捨て合いちゃったか。ローマ中もね、あ、中なんか開けないか。ボン感します。何これ、この缶になる早出しちゃダメなのか。どっちって聞かないんだ。変えた方がいいな、これ。天杯です。泣きまくりなの、これ。いつまで続くんだこれ。Don't.
ダメだ、振り点だなこれ。これ脳天なんだ。銀行機をルート戻ろう。私の勝ちですね。乱戦やろう。なんだこれ、思った。だからな。あ、でも捨てられてるからもういらんわ。シャアは頭ぐらいが精一杯だな。次捨てるとしたら、シャア切ってみよう。
じゃあもう場にたくさん出すぎてるね。だから頭としてしか使えないから手が広くならない。もっと早く切りゃよかった。おー来た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 。イーペーコー成立です。おー2万きた。どっちか捨てて待とう。うわー、なんじゃそれ。出てるしね、確率が一気に減る。問題はここのピンピンなんだよな。全然出ない。来た。でも危ないな。危ないけど行くしかない。リーチです。あーやっぱり。52か。やっぱり6が危険なんだ。持っといてもよかった。カツを切って、あ、特急券だ。いや今なんでハツ切らなかったんだってよ、後悔してる。ハツ待ってたかもしれないけどな。場を見りゃ捨て牌見りゃ大体わかるだろう。小三元大三元ってこれ集めればいいんだよな。え、何を捨てるかっていうことだね。これですよ。アンズいらんって思われるよな。手替えするけど基本的にマンズの存在危うくなる。シャーバだかよな。特急券どんどん晒していくで。厳しいな。3が来てくれるとはいいんだけど、みんな3は囲いたいよな。3層は微妙だな。これかな。まあ1個初チューンが出たら諦めよう。あ、いいんじゃないかな。手を広げよう。ヨーロッパっぽい。出るかもしれないけど、もうそこは諦めて。でも相手がマンズをちょっと受けられるように見られるかもね。まあいいや、やってみよう。この辺をどう生かすかだろうな。でもポンできやすい手の方がいいのかもしれない。自然に出てくるからな、こういうのは。相手から
タツチュンが出てないのは不気味だな。三つ抱えてるけど持ってるとかないよな、よっとしたら。チーン？チーンって234か。まあいい、いらん。お？これ捨ててみよう。でも2捨てちゃったからな、こちら頭にしない方がいいか。あっと思ったらチュンが来た。テンパイ6ですね。3もいけるのか。サブローソーですね。はい、サブ、まあ6は来たらいいペーコー。さあ考えつきます。はい、ドン。はっはっはっ。筋か、筋引っ掛けがこれ。あインペコじゃないのか、これ。インペコは面前で持ってそこで上がり牌じゃないといかんかな。それのみでしたか。33を形を整えることだもんな。あーバカだ、何残してればあれの可能性も。あーないか、ないな、何捨てなあかん。いいですね。お、23、まあでもいい牌が来てるっていうのはいいかもしれない。いいよいいよ。まあ6万がなかなか来ないんだろうけどね。頭がないんだよな。ちょっとだからブロックが多くなる危険性がある。手を整えるためはこれかな。捨ててみよう。パツをちょっと持っといて。今はいらん。やめとこやめとこ、ドラがこれだから今ドラは1個あるんだよ。あ、ちょっと手が遅い。ちょっとブロックが多すぎるな。早くここは絞っていかないと。あ、7番来た。難しいな。678番。両面作戦で似合うしかないよね。ただ7番ってある？ 8 番が出たか。うわ難しい。ジーニャ、マンズ出すものと思われるよね。お、5が来た。いやだんだんなんか開けたものを捨てると思い込んでいた。47を持とう。基本こうかな。これでイーシャンテンかな。イーシャンテンじゃないか。まだだ、まだ早い。もう
っとね短くなってんな。行こう。本です。まあと役はないけど。あ、そうですか。4000点。気がつけば終わらす。どんどんないどんどん手を作っていこう。これ3万いかないと難入サドンデスなんだよな。これかな次は。あ、悩むけど、まあいらんのは変わらんもんね。泣かないからな。なんか積もれる数が少ないよね。シャアはシャア自活じゃないのになんで泣いてるんだ。なんか自敗そういうの揃ってる。まあチュン捨てましょう。これでいいペーコーですね。つまり役あるやん。チャンスかな。ペーコーで固定させましょう。どうするかな。こっちかな。4いらんな。うわーんじゃないか。わーではない。7が来たらリーチになりますが、そんなうまくいかないでしょう。まあここはもうインペーコンの形ができてるからどうでもいい。あー7万来ちゃったか。へえ、いらん。まあ結局7万来ないと意味ないから、手返しただけで一緒だもんね。4、もう一回待とう。泣いてもいいペーコーって成立するよね。安いけどね。うん、これはあげない。ただ早く捨てないと怖いな。白待ちっていうのも出てくるからな。すでにあんのか。怖っ。ま、6が揃いにくくなった。お？なんだこれ。リーチです。これでいこう。まあ、白捨ててもいいけど、捨てないで。うわー、なんだそれ。リーチにゃ。ローは捨てた方が良かった。なんかもうね、今日ひん抜かれて終わった。まあよく
わからんまま終わりましたが、これにて終了とさせていただきます。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄にこのジャンタマおよびブログ、ツイッターのアドレス用意しております。ツイッターですね、ぜひフォローお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。